さんから送られてくるんだけど、まとめて送られてきてた毎回返信してくださる方もいた。そう、これでもうね返信見えるってことが分かったから、メール取ってる方よかったら皆さん返信してください。少し返信の返信、返信の返信っていうか返信の返信を見る、ん？返信を見るのは遅くなりますが、あのね、そうあれです、あのなんて言いたいんだ返信の返信を、違う、返信を見るのは遅くなるけど返信してほしいです。初見です。え、本当？何だったんだお酒の100は。たまさん、たい焼きありがとう。マクさん、タコちゃん、タコちゃんありがとう。うんうん、たまさんもう一回ありがとう。たい焼き100回すごい。私は100回もだと99回、今日が初めてってこと？そんなことないけど美しすぎる女神のようだ。いやいや、そんなそんなそんな。こんばんは、こんばんは、まっちゃん、たい焼きありがとう。今日さ、あれだよね、乃木坂さんのライバルグループ発表されたよね。あまりまだ詳しく見れてないけど、13歳、そう、あ、若い子がいるって思って、そう、みゆぽんと同い年かな、10、10、13、みゆぽんと同い年だね。そう、同い年の子がいるって思って、はっ、あっ、私今日忘れてた、今日あれじゃん、スタバゴール、スタバあれじゃん、ダブルスターデーだったのにスタバ行ってない、行く時間がなかったんだ。そう、乃木坂のライバルがね、ちょっとだけ一瞬だけ見たけどさ、レッスン終わった後にちょっと気になってさ、これだこれだ、うんうん、ちょっと見てみて、23人だって、23人、うん、レッスンお疲れ様、ありがとう。冬物さん、ハートありがとう。マクさん、たい焼きありがとう。こんばんは。ツイッターの返信だとリアルタイムで見られて早いかもね。ツイッターの方が早い。見られるのが恥ずかしい人には何？朗報だね。ね、ヘアピン、タコちゃんかわいい、ほんと？お気に入りなのこれ。こんばんは。お、ハート、ハートじゃない、フォロー、フォローありがとうございます。ヤントンさん、星ありがとう。テイカーさん、こちら待って、待って待って、 Twitter の謎コラ画像作ってハッシュタグでツイートしちゃった。え、後で見ときます。こんばんは、こんばんは、初見詐欺かなすいませんでした。いやいやいや、予想が外れた。まさか徳島、岡山、愛媛の一般が先になるとはね。私も思った。え、そっちが先にね募集されるんだって思って。私の出るとこはまだね言われてないね。乃木坂ライバル、岐阜の子はいなかった。愛知の子ならいた。そう、沖縄すごい。でも埼玉とか静岡とか、あー、リエジとかと同じ県だね。東京、東京多い、やっぱり。北海道すごいね。北海道もいる、沖縄もいるんだ。でも東京多いね。うん、かわいい。私さっきね、集合写真かなんかでチラッと見た時に、わ、かわいいって、そうなった子がいたから、その子を会って見つけよう。とりあえずコメント読みたい。レッスンは順調、レッスンはね順調ではある。でもやっぱり難しい。今夜少し蒸し暑い。どうだろう、私昨日の方が蒸し暑かったかも。今年の岐阜はなんかすごいね、なんかすごい発表されたね。2010年、わー、2006年だよ。私グループ名は僕が見たかった青空だったね。ね、そう、なんか私は乃木坂さんとかさ、こうやって STU、AKB とかみたいにさ、なんか後ろに文字がつくと思ってたからさ、ちょっと意外だった。こんばんは、こんばんは、たまさん、星ありがとう。僕が見たかった、略して僕青、僕青、へえ、僕青、どの子だっけな、さっきすごい可愛いってなった子がいたの、見つけたい。あ、
かすごいこれ落ちてくる。この子かな、かわいい、全員見てみたい。でも時間がない。やばい、やっぱカラサボさん、たい焼きありがとう。ゆいちゃんが見たかった青空、ゆいちゃん、ゆいちゃん、ゆいにゃん見たかった青空、どこの青空だ、どこだろう、瀬戸内。頑張ってください、ありがとう、かわいい、ありがとう。なっちゃん、たい焼きありがとう。ゆいにゃん持ってるあの小さい軽量カップ、同じやつ買った、同じの買ったの、恐るじゃん、恐るじゃん。あれあれだよ、あれあれだよって、あれあのあれだよ。あれしか出てこない、ため今日脳が回ってなくて、あのお菓子、お菓子作り、違う、チーク菓子作りの時にカップをなくしたら、あれ便利だよ。21時45分2分遅れてる。相手17歳いたね、ね、いたね。そう、私のあれだね、お友達とか知り合いは特になかった。かわいい、坂のライバル、はあ、いいね。こんばんは、こんばんは。兵庫が2人って、あ、そうなんや、へえ、そうなんだ、広島はいるのかな、どうなんだろうね。うん、これよく見よう。こんばんは、こんばんは。レッスン辛くないですか。レッスンはね、大変だけど、大変だけど、そう、上手な子とか 2.5 期生の先輩が教えてくださるから、まだなんとか頑張れてる。ツイッター見てユニアの写真が手に入ることがすごいと初めて知った。すごい。マクさん、たい焼きありがとう。三年では2000年代生まれてだけで、えって思う。え、そうなの、2000年代で2006年もえって思われるの。こんばんは、こんばんは。53分ぐらいで15分になるね、ね。あ、48になったからランキング読もう。今日ちょっとしかできなかった、本当にちょっとしかできなかった。そうなのよ、よいしょよいしょ。どうしよう、ボードは明日にしようかね。これは時間が、まあ書いてみて、書いてみる、読んでみてから考えようかな。じゃあ読んでいきます。16位、もこさん、ありがとうございます。15位、なるみ、あとさぬきうどん大学卒さん、ありがとうございます。次が14位、ブレイクラインさん、ありがとうございます。次が13位、きよ兄さん、ありがとうございます。次が、12位、さっき13で言った、大丈夫、13位、きよ兄さん、ありがとうございます。1位とこ。次が12位、ももさん、ありがとうございます。メール届いた。次が11位、奈良西さん、ありがとうございます。これたまに1だったり2だったりするけど、アカウントが違うのかね。でトップ10に入ります。10位、ラベンダーさん、ありがとうございます。次が9位、マクさん、ありがとうございます。次が8位、うまちゃん、あとやみず&おつまみーさん、ありがとうございます。次が7位、スプマンデさん、ありがとうございます。次が6位、ヤマシンさん、ありがとうございます。トップ5に入ります。いきましょう。あ、5位、たかし、あとおつまみさん、ありがとうございます。次が4位、トラサボさん、ありがとうございます。トップ3に入ります。3位、ヤオトン、あとおつまみさん、ありがとうございます。次が2位、たま、あとおつまみさん、ありがとうございます。では今日のライブランキング1位に入ります。いきます。はい、今日のライブランキング1位はなしちゃんです。ありがとうございます。なしちゃん、こういう形の、ありがとうございます。こんな感じで読めました。いけるかな、53ぐらいに出るよね。とりあえずボード書いてみよう、書いてみよう、書いてみようか、書いてみようか。デジタルライブでね、配信終わってメールを送ったらチェックしてみたい。気になるんだよね、私の楽しみにしてたからさ。そう、発表の時間がさ
レッスンの時間がかぶってたから見れなくって、そうだったからレッスン終わってから確認したんだけど、そうだからあんまりまだ見れてなくって、うん、グループとかにも岐阜の子増えたらいいけどな。岐阜のアイドルってねあんまりいないもんね。隣のアイスとかならよくいるけど、うん、あ、ランキングは変わってしまった。紹介していただいたので書きます、ごめんなさい。よいしょ、うん、でもねあれだね、本当に確率は低いと思うけどさ、あれテロップ出たら教えてほしいです。確率は低いと思うけどさ、例えばあ STU のさ4期生5期生とかでさ同じ岐阜県出身の子とか入ってきてくれたらさ嬉しいよねあーめっちゃ落ちてくる。タコさんをどうしても続けたいの。そう、入ってきてくれたら嬉しいよなって思って、うん、今回ね瀬戸内外の子多いよね、すごい本当に。やばい、うまく書き切れてない。今日はこっち側に書いてみようかね。テロップ出ないね。ちょっと今日もシンプルになってしまいましたが、こんな感じで書き終わり、あ、ちょうどテロップ出た。こんな感じになります。6月15日の配信ですね。3位やおとさん、2位たまさん、1位なっちゃんです。今日は桃の中ここの上にかぶせるのは違うなって思ったから工夫して横にお顔をつけましたこんな感じになります。ほい、どうでしょうか。パキパキパキ、テロップ来たね、ありがとう。出た、テロップありがとう。65日なの。じゃあもう次で66日じゃん、私のオーディション番組じゃんもうそんな経ったのね。こんな感じになります。ありがとうございます。今日は1位のなっちゃんのなんて言うんだろうね、アバターの形にしてみました。桃が3つです。何？横につけたの可愛いでしょ？横につけたのいいでしょ？あ、すごい反射してる。こんにちは。どうでしょうか？こんな感じでボードを書き終わりました。では時間が来てしまったので、今日はこの辺でライブをやろうと思います。明日はオーディション番号66番で66日連続配信になります。よかったら皆さん明日も来てください。56、明日も待ってます。今日はこの辺で終わります。おやすみなさい。おやすみ、じゃあね。
また明日。